皆さんこんにちは、ビリエージェント大林です。今回は自重で大腿小筋、前ももの筋肉を大きくするトレーニングをご紹介したいと思います。大腿小筋ってね、人間の筋肉の中では非常に大きい筋肉なので、男性でね、足は太くなっても全然構わないので、とにかくこう筋肉を増やしてダイエットしたい、代謝を高めていきたいという方なんかにはね、すごいおすすめのトレーニングですし、まあ、下半身のトレーニングとしてもね、非常に優秀ですので、ぜひぜひね、試してみていただければと思います。おすすめの種目がね、3種目ございまして、1種目目がスプリットスクワットですね。まあ、これもやり方はね、別の動画でご紹介させていただくので、そちらを見ていただければと思うんですけども、片足でやる分ね、自重でもかなり強い負荷が大腿小筋にかかります。両足やらないといけないので、その分息も上がりやすかったりするのでしんどいですけども、ぜひぜひチャレンジしていただければと思います。コツとしては、しっかりね、前足の、まあ、母子球あたりにぐーっと体重を乗せることですね。後ろの方に体重が残ったまましゃがんでしまうと、なかなか前ももにですね、負荷が乗らないので、しっかり前足にぐーっと体重をかけて行うというのを意識していただければと思います。そして2種目目なんですけども、シシースクワットという種目をね、おすすめします。まあ、スクワットの変形版でして、スクワットもね、当然いい種目なんですけども、自重でやるとなると、どうしてもスクワットって負荷が足りないんですね。まあ、特に男性になるとそれが顕著で、しんどいけど頑張れば30回40回余裕でできちゃう、そういう感じにね、自重だとなってしまうので、自重でいかに負荷を上げていくか、もう10回とかね、まあ多くても20回ぐらいしかできないぐらいの負荷をかけていくかということを考えると、このね、シシースクワットが非常に有効になってきます。詳しいやり方はね、他の動画で解説しておりますので、そちらを参照していただければと思うんですけども、ただこのシシースクワットなんですが、膝への、ね、負担が非常に大きい種目になってますので、ちょっとね、体重の重い方なんかは膝大丈夫かなっていうところをちょっと見ながらね、やっていただければと思います。そして最後3種目目なんですけども、こういうね、壁を使ったハックスクワットというのがあります。まあ、ハックスクワットというとね、ジムにあるこう特別な器具を使わないとできない種目だと思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、似たような動きもね、実は、この壁を使うとできちゃったりするんですね。まあ、こういうフォームローラーなんかをですね、用意していただいて、背中で挟む感じで立っていただくと、フォームローラーがゴロゴロゴロっとこう転がってくれるんで、ハックスクワットみたいにできちゃうんですよね。で、これも非常に普通のスクワットに比べるとかなり強い負荷が前の大腿四頭筋にかかりますので、結構おすすめです。まあ、このフォームローラーじゃなくても、あのバランスボールなんかでもね、できたりするので、フォームローラーはないけどバランスボールならあるよ、まあ、そういう方がいらっしゃればね、こういうフォームローラーとかバランスボール使っていただいて、壁を使ったね、ハックスクワットやっていただければと思います。はい、今回はですね、自重で大腿四頭筋、前ももの筋肉を鍛える種目3種目をご紹介させていただきました。スプリットスクワットとシシースクワットと、壁を使ったハックスクワットのね、3種目をご紹介させていただきましたので、ぜひぜひチャレンジしていただければと思います。他にもね、こう知りたい部位のトレーニングございましたら、コメント欄にぜひぜひね、書き込んでいただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。